ルカク言われやすい顔してますもんね、そうそう。デブライネがね、ベルギー代表で、ルカクには怒るけど、アザールには怒んないって、めっちゃありますもんね。ルカクってネタ枠みたいになったけど、自分間違いなくメイストライカーだと思って。うん。名ストライカーだから、あの、外してディスられる場所まで来てるっていうのはあるからね。そう、だからね、レジェンドになれないいいストライカーみたいな。そういう人いるよね。昔はアデバイオールとか種類は違うけど。アデバイオールがなんか、家族とかそういうのを脅迫されてたから、 なんかあれだね。あの、アーセナルかシティに移った後、アーセナルの客席まで行ってゴールパフォーマンスしたみたいな。だから、なんか、あの時のあれには理由があるみたいな。そこまではいいんだけど、その先のね、でも今はもうお互いなしにしようじゃないかみたいな。そのお互い、だでも僕は今はアーセナルのサポーターを愛してるし、あの時は感情的になって申し訳ないと思ってるよみたいな。 アーセナルにサチアレ。みたいなのがいいコメントじゃん。なんだけど、もうお互い忘れようよっていうのは、なんか,なんかちょっと残すな、お前っていう。なんか、お前ちょっと、やっぱそういうとこまだあるなっていうのあるよね、あれ。<laughs> そう、なんかね、でも今はアーセナルも愛してるから、あの時は申し訳ないと思ったね、的な、申し訳ないまでは向こうの文化で言わないかもしれないけど、アーセナルシティ、共にサチアレ。みたいなのはありじゃん。うん お互い忘れようよと。いやいや、こっちはまだ許してないぞ、みたいな。<laughs> アーセナルサポーターの人は逆、あのー、ね、まだ一言あるよ、みたいな。わ、ま、だかまり残るよ、みたいな感じだよね。